東明寺は、現在の京都府木津川市と並みにあった日蓮宗の寺院。現在は、廃寺同様であるが、宗教法人は存続している。建物の一部は、横浜市の三景園に移築され現存する。旧本山は、横浜井寺。旧東明寺三重旧東明寺本堂、五霊神社本殿石像1310東明寺演技に伝える時点によると、奈良時代、 聖武天皇の直眼により、行基が改装したとされ、上眼五年、聖和天皇の直眼で、空海の弟子マーカツキが再興したという。事後は、当明寺とも表記する。建武年間の平乱で廃絶した後、高昇年間、天台宗の総お自然が復興。本堂と見え等は、この頃の混流である。寺は後に、再び後輩。漢文三年頃、 日蓮州本国寺の権利意識権員非便承認出自は、出寺は京田鍋次第、住岡村の大官沢石の縁に連なり、その出身地に日蓮総随王山北家寺が存続している。また、注文史跡なら油坂連長寺の中高にも劣勢られているが再興し、本堂、三重塔を修理した。官報三年には、被検が三重塔を修理している。 近代に入って1901年、実業家で日蓮宗とであった河井義次郎が財政危機に陥っていた東明寺を買収。1914年には実業家で美術品収集家でもあった原富太郎が保存のために三重島を横浜の三景園に移築した。本堂は移築されずに残っていたが、1947年の台風で大破し、 部材は解体の上保存されていた。1982年、三慶園に本堂の部材を移動し、一区工事に着手。1987年に一区工事が竣工した。木津川市並に寺跡が残る。道地には、東明寺の鎮守であった御霊神社があり、神社の左手前に、東明寺の旧物は現地の収蔵庫に保管されている。 旧境内に立つ修造庫内には、千獣観音立像、十一面観音立像、馬頭観音立像、福武建作、観音立像、聖観音立像が安置される。各像はいずれも木像で、鎌倉時代末期の作とみられる。聖徳三年、海中山寺の僧女藩の著になる、南山城三十三書巡礼には、東明寺の本尊は、六観音とある。 六観音とは、聖観音、千樹観音、馬頭観音、十一面観音、如意輪観音、純太古観音を指すが、東明寺修造庫に現存する観音像は五体のみである。元六九年の東明寺演技にも当時には、千樹観音立像を中尊として、十一面観音、馬頭、観音、如意輪観音、聖観音の五体を安置するとある。現存する五体は、 造工もまちまちで、すべてが一部の作とは考えられない。福宇検索、観音立像の体内からは、特次三年の年のある、ケチ地園教名の紙辺三子が発見されている。紙辺の牧書から、この像は、幸福寺の別海護師が関与して制作されたことが、わかる。別海護師とは、春日社若宮のお祭りなどの行事に関わった僧侶集団であり、この福宇検索、 観音立像と、作り高の近い千術観音立像、十一面観音立像は、幸福寺周辺の仏師の作とみられる。これらの仏像は、河井義次郎記念教と仏教美術保存財団が、所有、管理している。歴史記述は、PP163、167から171による、重要文化財東病寺本堂修理工事報告書には、 1987年当時の休憩台の写真と見取り図が掲載されている。PP157 から106。台風による建物破損の甚大さは重要文化財東病時本堂修理工事報告書書集の写真からわかる。ありがとうございます。